卵を食えんのも教授がこそ悪くないわ。食うか喋るかどっちかにしろ。あ、だってよ。はい。あ？ジン、一緒に行ってあげてほしいの。ん？サラさんと一緒に。何？つか俺はよ。あんたなんかと二人っきりじゃ危なくてしょうがないでしょ。こいつはいいのかよ。ジンはそんなことしないもん。サラさんは子供と一緒に暮らしたいの。でもいろいろ厄介な事情もあるみたいだし、とにかく力になってあげてほしいの。いいだろう。本当にお世話になりました。また会えるといいね。では達者で。元気で。やろ、やけにあっさりだな。信じらんない。あ？ずっと一緒だったのにあんな簡単にオッケーするなんて。は？断ると思ってたろ、ジンは。はぁ？それなのに。いや、俺だってあっちの方が良かった。だくね。それなのに。うるせえな。泣くな。